ゲームス、プリンセスコネクトリダイブ。はい、どうも、いつきんです。今回はツインピックス、なんと400万出る編成があるということで実際試してみました。編成はご覧の通りで、最初の方はですね、オートで構いません。次無意味を打つタイミングで、ちょっと連打してください。着台が来た瞬間に、発動するようにする。ここですね、ここは連打で、次のシズルはオートのまま発動で構いません。でその後ですね、ジータとトモ、ユニオンバストたまるんですけど、打たずに、温存するようにしてください。なぜかっていう と、後ろの豚にですね当てることができるので、この走ってきたタイミングで打つと、そしたら後ろの防御力が低い豚にユニオンバーストが入るので、こちらの方がダメージが伸びます。タイミングはちょっとね難しくて、早くても遅くてもダメなので、そのあたり注意してください。で忍のような範囲攻撃のユニオンバーストは2体揃ってる時に打たないとダメージが半分になっちゃうので、そこも注意が必要です。でこの辺りも、オートでジータだけ連打してください。ウェポンバーストを発動した瞬間に、ユニオンバーストを打つようにしてください。で次の忍も、連打ですね。であとはオートで、ここだけあれですね、シズルまず打ってからトモはオートで発動するようにしてください。オートじゃなくても目押しでもいいんですけど、まあ、間違えて誤操作してしまう可能性があるので、まあ、できればオートでいいところはオートでやった方が、間違ったタイミングで発動するってことがなくなるので、そっちの方が楽だと思います。この辺りも全部オートですね。でジータだけ基本的に連打した方がいい場合が多いです。でシズルがですね、次のユニオンバーストで死んでしまうんですが、これが星5だと最後まで生き残って、もうちょっと火力が伸びるようです。なんで5の人はぜひ挑戦してみる価値があると思います。はい、ここでまたブレイク入ったん でここでね、今回は死んでしまいます。で1体死ぬともうユニオンバースを連発してくるので、耐えない限りはこっちが死ぬまで豚が走ってきますので、今回はギリギリジータが耐えてここで一旦止まるんで、その間にユニオンバーストを打つ。クリティカル次第では もっともっと伸びるので、結構今回は下振れした方で、400万出すことができました。はい、で続いて、魔法の編成ですね。こちらはイリアを使った編成になります。事故率がなかなか高いので、もし挑戦する方はタスクキル1回残した状態で挑戦するようにしてください。タイムラインもそこまで複雑じゃなくてですね、イリアは基本溜まったら打つと。でアンに関しては、ユニオンバーストが来る前に連打して発動するようにしてます。ただこのアンの星がですね5になってしまうと、ユニオンバーストの後にしか打てなくなってしまうので、そのあたりは微調整が必要になってきます。一緒に頑張りましょう。でユニオンバーストの後ミサトで全体回復をします。で次のミサトは、TP が溜まっても打たないようにしてください。ここだけちょっとタイミングがあって、イリアを生存させるためにちょっとタイミングがあるので
ここはアンから打って少しでもダメージを伸ばします。もちろん危ない時はイリアから打って構いません。まあ、この編成最初の自傷クリティカルさえしのげば、あとはなかなか死なないので、最初だけ乗り越えれば。でここミサト貯めておきます。でここですね、豚が包丁を持ってクリティカル攻撃をしてくるので、それを食らったタイミングで回復するようにしてください。じゃないとこのユニオンバスって死んでしまうので、早すぎても遅すぎてもダメなタイミングになります。この時点でもうすでに300万見えてきているので、まあ、ここも300万いくだけでも十分いい編成かなと思います。でここもですね、ミサとランクと専用装備次第ではここで死んでしまうので、今使ってるミサとは専用装備130で、ランク12の130で、やってます。あまり低いとですね、回復量が足りずに今のところで死んでしまうので、でさっきも言った通り1人死ぬとその後連発してくるので、なるべく死なないようにしてください。イリアもランク13だとミニオンバーストが間に合わないらしいので、できれば12推奨になってます。でここでイリア、自傷で死んでしまいますが、残ったメンバーのユニオンバーストを吐いて、しっかりとね、最後アンナも使って、今回ダメージは370超えました。一緒に頑張りましょう。もっとうまいこと、最後イリア死ななければこれ400万も夢じゃないのかなと、思います。以上で豚の編成は終わります。